皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯科口腔外科でのね、抜歯はね、無事に終わりました。いや、めっちゃビビってたんですけどね、全く痛くなかったですね。あんなこと程度でね、もう何をビビってたんやろうかとね、まあ、終わった瞬間にこう自分が恥ずかしくなってきたわけなんですけどもね、まあ、その昨日の動画でも言ってましたけども、その右のね、首からその静脈か、右の首の静脈からね、カテーテルをね、入院中に入れたことがあって、でそれをこう抜く時にもまあ塗ったんですけども、抜歯の時にもね、あの痛くはなかったとね、ベロの下を抜歯される最中っていうのはですね、もう忘れててですね、きっとその時はね、めっちゃ緊張してたんですよね。どうしようどうしようってね。ほんでね、まあ、その診察台に座ってるわけじゃないですか。で、まあ、その口をあーって開けてたらですね、あの、まあ、女性の方やったらわかると思うんですけども、その眉毛を、か眉毛あるでしょ、眉毛カットをするような小さいハサミってあるじゃないですか。あれが見えて、それに対して口開けながら、ん?って思ってて、で、まあ、その2分も経たんうちにね、お疲れ様でしたーってこう言われたんですよ。でね、もうほんまに、先生なんかしました、逆に何もしてませんよねみたいなね、ことを言う、その瞬間がね、ほんまに把握できてなくて、ああ終わったんやと思って、なんかこう拍子抜けな感じでした。もうほんまに一瞬でしたし、しかも全く痛くなかったのでね、ほんと助かりましたわ。しかしね、またね、その助手さんにですよ、ベルをね、こうピッて引っ張られてたので、まあ、そっちの方が気になりましたけどもね。でも、まあ、今回はほんまに麻酔もしなかったし、その麻酔をしてないのに、その糸を抜かれる感覚もね、なかったしね、ほんま不思議な感じでしたね。ほんでそのね、なんか不思議な感じやなーって、ふわふわしたまま、お疲れ様でしたって言われたから、荷物をまとめて、まあ、その待合にね、戻っていったんですよ。だからね、昨日は抜歯だけで終わりました。今回はね、その同時にね、虫歯の治療はね、してくれませんでした。まあ、嘘でも言ってね、まあ、無理やりにでもね、やってもらったらよかったなと思いますね。実は先生、こっちの歯がね、めっちゃ痛なってきたんですわ。だからちょっと見てもらえません、みたいな感じでね、言ったらね、やってもらえたと思ってたんですけどね、でもね、嘘はいかんですからね。病院でね、もう嘘を言ったらね、それはもうね、仮病でしょ。ね、そんなね、プロフェッショナルを目の前にしてね、嘘をつくなんてね、もうバレバレですからね。ほんでなんかね、この帰り際にですね、先生からの組織診報告書、なんていうかな、そんな感じのね、紙をもらったんですよ。前回のね、その歯医者で切除した粘液の方の組織をですね、悪性の腫瘍か、まあ、そうじゃない、別の何もない、ただの膨らんだものなのかっていうのを調べてくれたみたいなんですよ。ほんでね、まあ、その紙にはですね、まあ、説明書きがあるんですけどもね、まあ、これなんですけどもね、まあ、一番上にはですね、組織診報告書って書いてまして、まあ、臓器部位、口腔下、で臨床診断、右舌粘液の方、書いてますわ。でその下には「右舌下部粘液のう胞疑いです」「上皮にはうっすら GVHD」ね「GVHD 要所見認めます」「のう胞を一旦で摘出し検体として提出します」「病理組織診断よろしくお願いします」っていうね、感じで。ほんで、まあ、診断はね、なんかこう英語で書いててちょっと読めないんでね、ちょっとあの字幕今出てますけども、で、まあ、その下の所見っていうところはですね、粘液上皮耳下の、裂隙間形成、分からへん、まあ、まあ下に出てるんでみんなね、あのちゃんと分かってください。とのその内部に好中球組織球フィブリンを混じる、粘液の訴えを認める。深部の小唾液腺本体は採取されていないが、粘液の方には矛盾しない、明らかな悪性所見は認めないという感じでですね、その明らかな悪性所見は認めないという感じでね、陰性でございました。いやー、ほんまにね、最初はですよ、まあ、この粘液の方がね、できたことを自体にビビってたんですよ。ほんまにね、だってそう調べたらね、怖いことしか出てけへんしね。でもほんまにね、何もなく陰性で助かりました。抜歯もしてもらえたことによってですね、まあ、心も体もね、すっきりしましたわ。でもこの後ね、ほんで先生からもですね、もうしっかりとここの唾液腺からは唾液も出てますので、もう袋ができることはないと思います。
でもまあその元々の病気もあるんで、僕のね白血病の元々の病気もあるんで、ひょっとしたらまた別の唾液腺でできるかもしれませんが、その時はまた取りましょうと言われたんですけどもね。でもできたとしたらね、それはそれで受け入れますけども、もうね粘液療法にならないことをほんまに願います。まあね、その無事にね、切除も終わってね、抜歯も終わったということでね、まあ、この後のね、歯医者っていうのはですね、はい、虫歯の治療をしてもらうのと、右下奥に取れてしまったその銀歯をね、どうしていくかなんですよ、これからはね。もうね、銀歯がないことでね、そこの部分ではね、その食べ物はね、今噛めてませんけども、もうそれに慣れてしまってますので、まあ、先生から言われればね、この銀歯に関してはね、このままでいいかなと思ってます。僕はそれよりもですね、その虫歯で穴が開いてしまっているところにね、その食材が詰まるという方が嫌なんですよ。だからまあとりあえずね、穴を埋める作業をねしていってほしいです。ほんでまあ飲んでる薬の関係でね、歯茎が下がっていてて、でしかも上の歯茎は上がっていってますので、その歯があったらその歯のね根元付近がね、この歯茎が下がっていってることによってね、ここの部分がね、むき出しになってるわけですよ。というか、まあ、全部の歯がそうなんですけども、でもその全部の歯のところの、ところどころが虫歯になっていってしまってるんです。ほんで、まあ、さらにはそういうところっていうのは黒くなってて、めっちゃ見た目がね、めっちゃ気持ち悪いんですよ。だからね、その黒いのがね、めっちゃ嫌でね、まあ、この嫌やわっていうのを先生にね、聞いてみたんですよ。ほんなら、その歯磨きをね、どんだけ頑張ってもね、この黒いのは白くならないらしいんですよ。じゃあどうすればいいんですかってこう聞いてみたらですね、もうこれはね削って埋めましょうってね言われたんです。まあ削って埋めましょうって言われてもことごとく取れとるがな、今まで歯磨きしたらもう削れて苦しいやなって感じなんです。でまあその先ほども言いましたけど、その歯茎が下がってむき出しになっていってるところがね、虫歯になってるということはですよ、本来の歯の形状よりも削れているわけなんですよね。なのでその削れてるほんのわずかなへこみにね、上手に詰まりおるんです。前から見えているところのね、その下の歯のところもね、綺麗にこの歯茎が下がってきて、ここがビョーンって削れていって、って鏡で見たらですね、あれ俺なんかここ黒いの治ってるやんと思って触ってみたら、ポロッと取れて、よう見たらね、お米なんですよ。米粒なんですよ。なんやねんこれって思いますよね。もうね、そんな風にならないようにね、しっかりね、予防してるんですけどもね、歯磨きだけなんですけども、まあその予防で思い出したんですけども、その、皆さんからね、そのコメント欄で教えてもらっていた、うがい薬とか、その、歯磨き粉とかね、まあいろいろ使ってみたんですよ。そのね、粘膜障害でね、その、ただれてるところにね、染みて、めっちゃ痛かったのでね、使えませんでした。ね、その、まあ、病院でもらってるうがい薬っていうのもあるんで、それがギリギリ耐えるかなっていう状態なんです。皆さんね、たくさんの情報をいただきましてありがとうございました。でもまあね、これ以上ね、虫歯を進行させないように、自分なりね、しっかり歯磨きをして、水でね、こう、何回も何回もうがいしてね、ケアをし続けてね、そしてね、歯医者の先生らにね、治療してもらって、ね、その先生らと僕と二人三脚でね、頑張っていきます。そんな感じでね、昨日の歯医者の報告でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。